ははいこんにちはヤスです、えー、今日はですね1月12日の、ねえー、米国マーケットを振り返っていきたいと思います。今日のヘッドラインはね、えー、CPI 高水準も相場を折り込み済み決算へという、ね、内容でお送り届けたいと思います。今日も最後まで、ね、いい動画と思っていただければねぜひねチャンネル登録、いいねしていただけたら嬉しいです。で今日の内容は、まあ、CPI は、ね、40年ぶりの高水準となりましたが、まあ、FLB の、ね、政策変更はないとねマーケットは判断したかなという,ふうに考えてます。で一部決算ね、ね今日もありましたけども、まあ、基本的に良好に進んでるかなという,ふうに思っているので。 ま,あまだまだね、検査の全体の2、3%、たぶん数しか空いてないと思うんですけども、今のところね、決算自体は、いい傾向が続いてるのかなというふうに、ねはい、思ってます。まあね、短期的には少し、あのー、不安定なところを超えたので、まあ、2月上旬まではね、決算を見据えた動きになっていくんじゃないかなというふうにね、私は考えてます。えー、どう自己責任をお願いします <laughs>、えー。短期的にはね、さっきも言ったように、まあ一旦調整というところは超えていったのかなというふうに思うので、 あ中期的には、ね、2月上旬まで、まあ、決算を見据えて動きになるから、まあ、決算がいいか悪いかって感じになると思うんですよね、えー、ただしあの2月3月って、ね、結構崩れやすい季節だと思うので、まあ、まだまだ、ね、何があるかわからないので警戒を解かずにあのするべきかなというのを思っていますで引き続き私もねあの実はそれなりにまだキャッシュを持ってまして少しずつ入れていくという方針は、ね、変わりはないので、まあ あの様子を見つつね、少しずつ入れていこうかなというふうには思ってます。うん、長期的には999プラス VTI、GAFAMNT という、ねえー、スタンスは変えてません。うんまあ、これは私の意見ではね、ぜ他の方の、ね、YouTube、Twitter、ブログも、ね、参考にしてもらえればと思います。でまず今日の、ね、CPI からね、さっきに見ていったが分かりやすいんで CPI のお話になるんですけども、 えーっと今日はですね、まず CPI がえー7%という発表が出ました、予想7%に対して結果7%なんで予想通りっていうところなんですけども、非常に高い数値ですよね、ちょっとびっくりですよね、物価が7%も上がっちゃったらね、さすがに最近ちょっと高いなと思うことがね、ありましたね。この間、風邪ひいてるから野菜ジュース買ってきたんですけど、野菜ジュースが、えーっと、ガロンじゃなかったけどね、2リットルか3リットルぐらいで7ドル、8ドル、900円とか1000円とか。 ちょっと高いなと思います、さすがにね、うん。はい、まあ、それはどうでもいいんですけども。で、えっ、ー、と、コアがね、エネルギーとか食料品を抜いたコアが5.5%ですよね、うん。で、今日ね、ヘッドライン、いろんなところを見ると予想通りっていうふうになってたんですけども、実はちょっと高いんですよね。えー、先月比から比べて、今日今回はプラス0.5、アナリストの予想は0.4だったので、ちょっと高めてたんですよね。うん で、コアもプラス0.6、コンセンサスは0.5というところでね、少し高めに出たんですよね。うんまあ、1982年以来の、ね、高いインフレで、まあ、エネルギーはちょっと減少したけど食料が上がったよという感じですかね。まあ、あと、ね、やっぱ中では中古車の、ね、給とがすごく大きかったみたいでやっぱまだまだ、ね、車作れてないのでその辺りがね、ね、やはり、ね、インフレに大きな影響を及ぼしたんだなという,ふうに、ね、思いますよね。まあ、昨日パウエルもね。 わざわざ車は半導体が必要だ半導体は我々では作れないという説明をしてたのでね本当にこう今のインフレって金融政策だけじゃだめでこのやっぱサプライチェーンの乱れっていうのをねいかに是正していくかというところが鍵で、まあ、その辺はちょっとね正直パウエル政権も含めてねちょっと困ってるところになるんじゃないかなという,ふうには、ね、思います。よねね、うん、こちらののグラフの通り、ね あのインフレ今まで、まあ、23%ぐらいをずっと続けてきたんですけども今回ね思いっきり7%まで上がっちゃってるので、まあ、これがね今後どうなっていくかっていうところがね、まあ、ポイントにはなると思います、はい、引き続きに2月3月も注意深く見ていくには変わりないと思いますで、えー、と今日のこの CPI の見方なんですけども、まあ、結構いろんなね あのブログ、ツイッターとかを見てるとアナリストの予想の範囲内だから値動きが落ち着いたみたいな解説があるんですけどそれはちょっと私曖昧かなというふうに、ねえー、思ってます、うん、え過去には CPI の予想の範囲内むしろ下回っても株価下げた事例もあったし逆に予想量を大きく超えても、ね、上がった CPI というのはあるんですよね、うん、で普通は7%ってったら、まあ、びっくり数字ですよもうありえない数字ですよね、うん にもかかわらず今回、値動きが落ち着いたっていうのはその、まあ、私、この週末でねインフレの動画をやりましたけども結局、ね、インフレを受けて、ね、どう F4P が動くか,かっていうのがやはり重要でインフレ自体そのものは決して株価に、ね、別にあの、まあ、ここまでのインフレ、まあ、普通のインフレだったら有者数うそんなにないんですけども、まあ、一応、ただそのなんてうのかなインフレ自体は別にそこまで。 株価に対しししててダメージががあるるものでははなないなと私は解釈してます、うん、あの実質金利下がるしね、うん、ただ FR、インフレを受けてて、ね、FRB が金融引き締めに動いちゃうからインフレというのはまあ金利が上がりやすく株価が下がりやすいというのが基本的な方程式なんですよね。うん、だから普通7%なんてわーって開いたら金利がガカッと上がって株価がガカッと下がるというのが普通だと思うんですけどもただ、今回に関して言うと FRB の公聴会が先に来ちゃってね ある意味エフロビンの動きっていうのが先にロックされたのが今日だったんじゃないかなという,ふうに思っているので多分、日程が逆だったらねやっぱ7%だったらわー7、7%だっつって明日パウエルの公聴会どうなる、やばいっつって株価下がってたとは思うんですよね。うん、といいううふうに思います なんで、その証拠にね、今日、高いインフレにも関わらず、実は金利ちょっと下がりましたよね。うん、だから、やはり FRB の政策に対する債権の枠ってことがずれてないんだなというふうにね、えー、思います。こちら、今日ね、いろんなニュースはさってたんですけども、これ、とある記事がロ,ロイター通信から多分、あのー、抜粋してきたんですけども、ここねね、読んでみるとね、あのーまあ、CPI っていうのは基本的に期待に沿ったものでしたよ。ただ、ただ、これが決して FRB の 金融政策をを変えるようななものとは受け取られなかったって書き方をしてま,すまあ今日ねアナリストにしろ記事にしろこういう書き方を指導しているところが多くてまあ結構このインフレそしてマネタリーポリスを改善するためにまあ今までねこの3か月ぐらいで、えー、テーパリングを2倍にするそして金利を3回から4回引き上げるでなんなら QT は今年後半にやるしかも強めにっていうこのなんていうのかなこの このもりもりメニューをたった34か月でガン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 織り込んできたわけなんでまあ今日の見方としてはまあ7%っていうのはまあ予想の範囲内だけどこの7%に対する FRB の動きっていうのはもう十分にアナウンスされているのでまあ一旦この7%という高いインフレだけどその FRB がまあできる限りことを尽くしてますよね、正直ね金利4回上げますってことの QT やりますということでまあ予想の限りをやり尽くしているのでまあもはやこれ以上ね あのこのインフレに対して金融政策は動かないだろうっていうね判断になったんだと思います。というかそういう記事を多く見かけました。うん、はい。まあ今日はこれですむ。ちょっとまたインフレについて後でねあの初間のところでやっていきます。はい。まあこれは私の意見じゃなくて結構こういう論調を見かけましたっていう話です。で私自身もそう考えてます。はい。え指数をちゃんと見ていきますね。え今日はダウがプラス零点一一、S&P が零点二八、ナスダが零点二三。 えー、ラッセルがマイナス0.82で、ビックスが17.62という、ね、感じになりました。えー、まずビックス見ていくんですけども、非常に落ち着いてますね、えー。もう4日連続で下がってきてるということで、まあ、基本的にはね、こういうふうに見てると調整局面終わったのかなというふうには思います。うん、はい、思ってはいます。はいえー、ビックス N ですね、ナスタック100の、えー、ビックスも、まあ一昨日かな、まあ、最高潮でもそこから下がってきてるので、今、一旦はねは落ち着いてるということだろうというふうに思います。 で今日のヒートマップがちょっと面白いなといなうとう思ってて、まあ、全体的にうっすらと、ねまあ、青になった、まあ、基本的に昨日の公聴会の部分で、そのいわゆるなんちゅうのかな、あのー、安心感が広がって、今日はもう別に CPI っていうのは、そんなに意見を変えるほどでもなかったよってことだと思うんですけども、もただやっぱちょっとね、面白いのが、結構ガファも今日調子良かったんですよね、マイクロソフト1、アップル0.26、エ v ビディア0.6、グーグル1.2。 テスラ3.93みたいな感じでこの辺が調子いいのにかかわらず今日、ナスタナスあプラス0.23じゃないですかそのらい何が起きてたかというと ARKW がマイナス 1.15WCLD がマイナス1.06ということで昨日、一昨日と大きくショートカバーが入ったあのハイパーグロースが今日はね売られる展開となったとっいうのが、ねまあ、今日の話だと思いますだから今日、本来であればガハムだけではあればもう,もうちょっと調子良かったんですよね。ただやっぱハイグローが大きく あのーまあ、なんだろうな、利確売り、まあ、上がったのがそもそもショートカバーだったから、売られやすいっていうのはあるんですけども、まあ、そういう感じになったのかなと思います。ただ、あのー、ここからね、このハイグロがこうどん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 また下に売られていくかというと、 あのまあ、それの可能性はだんだん,だんだん当然低くなってきているかなというふうふに思っ,てるの思ってます、ナスダックって,まって、まあ、999もそうなんですけども結構、この少なくとも999でいうと3割ぐらいはこういった結構細かいハイグロの動きを影響を受けるんですよね、うん、で今までこう11月から株価全然上がってこなかったんですけども逆に11月からこのハイグロっていうのは下がり続けてきたんですよね。でそれがようやくまあちょっとねあのここいらで あの下を打つかもしれないなという動きを見せています。で今日とかはショートカバーがねさすがに2日連続でガンガンで上げてきたので下げましたけども、うん。まあ、今後ねちょっとこの辺の動きとかが結構ねナスダックに影響を与えるのかなというふうに思ってみてます。だから今日もその表面上の動きよりも多分こっちの影響にねかなりねナスダックが影響を受けたんじゃないかなというふうに思うので、今後これが 右肩上がりになっていくような展開になれば、ここが、ね、本当にそこで、ね、右肩上がりになるような展開になれば、まあ、非常にナスダックとしては美味しいんじゃないかなというふうには、ねえー、思ってます、今までこんだけ下げても、ね、株価安定してたので、逆にここが上がってくれば、ナスダックというのは、ね、月はちょっと上がりやすい感じになる可能性もあるかなというふうに、ね、今見て、まあ、引き続きエア a ダウンと w c l では、ね、見ていこうかなと思います。 でもう一個ね、まああの、これ以前もちょっとお話ししましたけども、ジャミンさんという方が、SARS 企業の、60社の SARS 企業の分析をしてて、まあ、いわゆる PSR ですよね。まあ、EB 使ってるんで、売上じゃないんですけど、まあ、PSR だと思ってください。まあ、売上の何倍の、ね、株価の価値がついてるかって感じなんですけども、それがもう大きく崩れて、もう11.1なんですよね。で一時期、あのパンデミック前の、ね、数字をつけたっていうふうにもね、えー、おっしゃってるんで、基本的にもう、ハイグロ的には、 あのまあ、結構なところまで売られてるんですよ、もう結構なところまで、うん、結構なところまで売れてて、まあね、まだまだね、2018年の水準、ごめんなさい、えー、とこれ、コロナの水準か、コロナの水準まで下がる可能性は、まあ、一応、あるにはあるんだけど、あるにはあるんだけど、このほら、10月とか11月のような、もうこのやばいっていうところからは、もう一気に圧縮しきったので。 まあハイグロはね、ここから上がりにくいにせよ、まあ、下がることは結構少なくなってきたんじゃないかなって私は印象を持ってます正直な話ねだからナスダックもその、まあ、今日はハイグロの影響を受けたんですけども、まあ、ハイグロはまだまだボラリティ,ティ高いですけどもね、まあ、徐々に徐々にハイグロの復活とと,ともにキュキュキュいい状態になるんじゃないかなっていうふうにね まあ少し思って、えー、見て見ます、うんまあ、だからといってハイグロ買った方がいいとまでは思,、ま、思わないですけどね、あの999に入っているハイグロはすごくいいハイグロばっかりなので、まあ、999を持つことによってね、これから上がるハイグロの、ねあのー、恩恵とかも、ね、受けていく、まあ、この辺とかはまた別の動画でやろうかなと思います。はいまあ、何が言いたいかというと、今日うはそのガファ a ムは結構調子良かったんですけども、ナスダック全体としては結構、ハイグロの影響を受けました。で、昨日一昨日がナスダック上がったのは、ハイグロがポンポンと上がっていったのは、むしろ そっちに影響を受けたんですよねだから今後は結構このハイグロ周りの動きっていうところもナスダックとか999のねパフォーマンスに与え影響を与えますよっていう、ね、お話をちょっとしたかっただけですでまあ今日金利なんですけどもこれ結構面白かったですね今日金利はマイナスだったと思うんですけども最後、うん、これちょっと一日ずれちゃうんだよねちょっとねマーケットが終わったら今日は確かマイナスちょっとね小幅にマイナスっていう金利だったと思うんですけどもえっ、ー、と債券がね あのーまあ、ほんの少しだけ買われたという形だと思います、これもプラス0.02だよね、うん、だから、本来、今日の CPI であれば債券って、なんか、メタもうなんか、ボロクそに売られてもいいと思うんですよ、なんでかっていうと、本来、インフレが7%みたいな高いのが出ると、やばい、FRB が金融政策を引き締めるかもしれないって言って、あのー、例えば、QT だったり、テーバリングするかもしれない、だから金利が上がるっていうのが。 まあ債券の価格、FRB が債券買わなくなったら、債券の価格って下がるんで、金利が上がっちゃうんで、そういうことが連想ゲームとしてあるんですけども、今回に関して言うと、7%、パー、インフレはやばいけど、FRB はどうせ金利4回と、QT なんでしょ、はいはいっていうことで、それほどね、債券がパニックにならなかったっていうところがね、あ今日の一番のミスなんじゃないかなというふうにね、私は見てます。引き続きね、こちら、債券価格とね金利っていうところは注目だと思うんですけども、 まあ1月、2月、3月とね次どんな理由でねこの債券が売られていくのかっていうのはねちょっとねうんまあ今、頭を張り巡らしてますけども多分、今回1月のようにこんなドーンって大きく売られるってことはもうなんかイメージないんじゃないかなあとは FMC の直前に金利が0.5%上がるとかそういった形でまあちょっと大きめのね調整を経ることはあると思うんですけどもうんまあなんか金融政策の変更という意味ではねこれ以上こう 債券が投げ売りされるような金融政策の変更というところはもうなんか今後起きにくいんじゃないかなっていうふうにねちょっとね考え始めてます今日の値動きとかを見てもね、うん、はい S&P は52近金線を超えてねまあ一応一旦落ち着いた形になりましたただあの今回ってあの p r 下げイベントなんですよ基本的には金利が上がったんでね p r 下げイベントで確か S&P は年初からマイナス3パぐらいだったかなだったと思うので。 PR が今12%ぐらい5年平均よりも高いと思うんですけどもまあねまあこういうことを経てね徐々に徐々にこの正常化に近づいてるっていうことだと思います、はい、だから PR 詐欺イベントなんでそのすぐに高値を取りに行く展開にはならないと思います決算が良ければ決算の EPS の分だけ伸びていきますよっていうねまあそんな感じだと思います今のところ EPS の成長予想は21.7%なんで アナリストの想像どりだったら株価は横ばい、もしこれが例えば30%になりますと言ったら株価は10%伸びるとか、まあ、そんな感じになるんじゃないかなというふうに、ねえー、思ってます。はい、で999もまあ100日平均線を、ね、上を超えたので、ね、まあ、最悪のところは超えたかなというふうには、ね、思ってます。ナスダックも、ね、十分、ね、あの PR 下げイベントだったということなので。 まああのここからはねあの、そんなすぐ高値を取る展開というよりかは、あと決算次第ということだとは思います、うん、ただね、ちょっとね、あとで気づいたんですけども、この9月の高値から、この株価がね、まだ1.5%ぐらいしか、ね、上にいないんですよね、うん、これ結構面白いなと思っててあの、9月からね、決算1回超えて、もうすぐ2回目超えそうじゃないですか。でこの間にも EPS って要は ね、その向こう12ヶ月の EPS を織り込むとしても多分34%とかは上がってるはずなんですよね絶対、うん、EPS 的にはまあ5%上がってるのかな5%上がってるかどうかまだ分かんないですけども、まあ、34%とかそんくらいの規模では絶対上がってると思うんですけども、まあ、逆にやっぱその EPS の成長以上にね あの株価が伸びてないっていうのは、やはりちゃんとこの EPS の詐欺を織り込んでるんじゃないかなと思います。確か999が今、年、将来マイナス4%とかだと思うんですけども、えー、っと999の,の、e、ナスダックの EPS は15%高めだったと思うので、今10%くらいですよね、高めなのが。うん、だから結構、この割高感っていうのはその、S&P と比べても是正されてきてるんじゃないかなという印象を持ってます。 でもその999の方が EPS 成長率は高く出てくるのでその、まあ、だからやっぱ今後は999の方が伸びていくんじゃないかなと私はね素直に思いますけどもね、うんはい、<laughs> 変なその難しいバリュー株とかハイグロ握るよりかは今年は多分999の方がうが、ん、ちょっと、ね、あのボラティティは高いと思いますけども最終的には999の方うが、ね、高めにゴールするんじゃないかなと、ね、今は考えてます。はい ただ今日ちょっと嫌なのがね、このコモディティオイルっていうのが促進してるんですよね。これがちょっと嫌ですよね。うん、これね。非常に嫌ですよね、これ。まあこれはまあちょっとどこにも説明書きがないんで、私の解釈になるんですけども、あのー、昨日のパウエルの発表を見て、そのコモディティとかオイルを取引しているような人たちが、あ、よかったよかった、パウエルが気が狂った金引き締めやらないなっていうことで、 じゃあこれあも,うもっとインフレするわっていうことなんじゃないかなと思ってます。うん、その安心してそのインフレに向かって物を買っていけるみたいな、ね、そんな感じだったんじゃないかなって印象を持ってますけどもね、うん、ちょっと、ね、ここ詳しい方、説明があればねあの詳しい方がいましたら、ね、コメント欄にあのコメントいただけると嬉しいですあと今日、ね、ちょっとどうしても分かんなかったのがこのドルですねドルが下がったんですよ、ガクンって、うん、これはちょっと分かんなかったですね、理由が、うん、一応、一部の記事ではこう書いてあって えーっとドルがそのー割とその金利の織り込みをしすぎちゃってだ結局金利が上がるとドルの人気って高まるじゃないですか。でドルはその金利が高まることを織り込んでどん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 買われてきたんだけどある意味この時点で、あのー、ほら その少なくともこの3ヶ月、6ヶ月っていう意味では金利がもうポンポンポンと上がるイベントは終わっちゃったわけじゃないですか QT 後半にある金利4回引き上がるって言ってもうこれでもかっていうぐらいに金融政策詰め込んできたのでだから、かここから先の金利上げ期待を嫌気してドルが売られましたよっていう風にね書いてある記事を1個だけ見つけました。 うーんどうなんでしょうね、ちょっとこの辺の動きね、詳しい方いましたら、ちょっとね、コメントいただけたら嬉しい、私もこれ、なんで今日下がったんだろうと思って、で、結局ドルが下がったので、相対的にね、原油、コモディティの価値が上がる、まあ、そ,うそういう動きっていうのもあると思います、そういうのも映ってたと思うん、だから、そのドルがちょっと強くなってくれないとね、うん、インフレ的には嫌だなという感じがしますね。 え今日のニュース見ていくんですけども、今日ね大きなニュースはなしです。え少しだけ言うならば、なんか10年国債が少し芳しくなかったとっいうねニュースがねちらっと流れてたようです。ちょっとね、私もなんかのその入札のデータの見方わかんないんで、まあ、少しこうなんか芳しくなかったとっいう感じらしいです。はいでちょっとあと、決算見ていくんですけども、まあ決算、ね、この辺の会社は僕、正直わかんないです。えーまあ今日ただ発表されたのが7社ぐらいあって、まあ、それぞれどういう会社か全然わかんないんですけども、まあ、 こことかは4ビリオンの売り上げもあって EPS と売り上げクリアしてます。えー、ここは EPS も売り上げもミスってる。よ、まあ、くないよね、普通に。で、この会社は結構売り上げ1ビリオンもあるんですけども EPS 売り上げクリアしてますっていう感じですかね。うん。こちらミスってますけども1セントだけですね、ミスってんのが。うん、で、その他、こちらの会社とかはミスってはいるんですけどもガイダンスが良かったみたいですねとか、ここはもう全部ね、売り上げ。 EPS をクリアしてった、うん、この会社に関して言うと今日確か株価が上がったのかな、ただ面白いのが売り上げは低かったんですけど EPS がかなりビートしたということでね、だから今のところ、まあ、割かし決算、うん、昨日も見ましたけどもね、まあ、結構アナリストの予想を超えているところ多いなという感じですよね。まあ、アナリストの予想を超えていれば EPS 成長予想21.7を超えてくると思うので、まあ、結構いい傾向が続いてるんじゃないかなって個人的には思ってます。ます、あ。ただ、ね、本番は、ね、明日の台湾セミコンダクターとかデルタエアライン今週末の金融とかになるので、まあ、そこでまた相場が動いてくるので、ね、そこはしっかり見ていこうかなとうう、ね、思ってます。これですね明日はデルタエアライン台湾セミコンダクターあさってが JP モルガン・チェイズ、シティバンク、ウェルス・ファーゴ、えー、ブラックロックとか、ね、かなり ここでね、またね、あの相場が動くというか、なんか相場の方向性というのが一つ見えてくるんじゃないかなというふうにね思います。まあ、最後ね、ちょっと所感になる、まあ、だいぶもう所感っぽい話しちゃったんですけども、えー、まずスケジュールこんな感じですね。一応日えっと消費者データがね出てくると思うので、それを受けてね、またね、決算への思惑というところがあると思うので、来週はね、本格的に決算シーズンだし、その次の週は GAFA も決算週になります。ガファムも決算週と FOMC がか 重ななる形になりますねね今年は、ね、で、えー、主要決算、こんな感じなんですけども、えー、これどうなの確定かどうかはかなりエスティメートも含まれてるかもしれないですけども、まあ、結構ね、1月23の週から2月上旬までね、えー、結構あるよという感じの決算になりますね。いやー、楽しい決算シーズンになりますし、しかも今回は、もう、特にハイグロが売られに売られてるので。 ね、この辺の有料ハイグルはどう株価に反応するかというのはちょっと楽しみですよねというふうに思っています、はいまあ、マクロ状況は、ね、こちら変わらないので一応このまま、ね、書いておきますで最後、所感なんですけれども、まあ、CPA が予想の範囲内になり、ね、FRB の予測に変化がなかったとっいうのが今日のの、ね、答えになるんじゃないかなという,ふうに思いますこれは私の意見というよりかそういうふうに論調が多かったです。うん でこれからは FMC のたびに q t の折り込みっていうのが徐々にされていくかなと思います。まあ、次の FMC でも多少話としては出ると思うので折り込まれる。QT が折り込まれると少し金利が上がる。もちろん債券の日常がなくなるんだね。まあ、そんな感じになるのかなと思ってて、まあ、その度にに、ね、ハイテクはぎくしゃくするんですけども、あのー、多分ね ドタカンなんですけども、多分ん q 9月ぐらいなんじゃないかなと私は,は今考えてるんですよね。9月の FMC でやりますっていうことだと思うんですよね。うん、多分ね。だからそこに向けて、ちょっとどん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 折り込みしていくんじゃないかなというふうにね、思ってます。うん。だからサプライズで6月やりますっていうことがない限りは大丈夫なんじゃないかなというふうに思ってますけども、ただねあの、去年のテーパリングのように、 テーパリングテーパリングテーパリングで何度も何度も言うたびに少しずつ少しずつねギクシャクはするんですけどもそれでゆっくり織り込んでいく相場になるんじゃないかなというふうに、ね、思ってます。うん、で問題はインフレですよね。まあ、本来インフレがあると FRB が政策変更を変えるからやばいっていうのが方程式だったんですけども今のところこのインフレにおいてその FRB の政策変更っていうのはもうなんていうのかな 大体予想がついちゃったっていうかもう大体まあこのインフレだったらこうなるよねっていう動きがついちゃったのでじゃ例えば2月のインフレに対してどう動くかっていうのはちょっと読めないんですよね2月のインフレが例えば 6%7% だとしても、まあ、FRB は利上げ4回 QT だよねって思われれば、まあ、そうなるじゃないですか、うん、だからそのこれから先っていうのはそのインフレが高くても FRB の政策決定思くはあんましないけど あのじゃあインフレそのものに対する株価の動きっていうのはどうなるんだろうなというところがねちょっとね、頭の体操ととしてて今思ってるところなんですよね、うん、だから、インフレイコール金利が上がって株価下がるっていうのは、もちろん FRB の政策変更が変わるからそうなるだけであって、FRB の政策がある意味、金利4回目、QT、今年後半に固定されちゃった場合、インフレで FRB の思惑がずれない場合、じゃあ、このインフレのピュアな株価の影響っていうのはどうなるんだろうなというところがね、ちょっとね、 まあ過去のデータからもあんまないので、うん、今後はそこはちょっと、ねまあ、未知の体験になるんじゃないかなというふうには、ね、思ってますただそこに対するなんうのかなあのアナリストの意見とかもいろいろあって、まあ、実質金利がマイナスのまんまだから結局今金利って、まあ、その2年金利で1.7、まあ、じゃないですか10年金利ででもインフレ率って7%じゃないですかだから実質金利って1.7マイナス7で そのどのくらいだマイナス5.4みたいな、まあ、そんなところになるんじゃないかというところがあって、まあ、そのとるとぶっちゃけ入っていくとか有利だよねという説もあるしイエロドカードとかが、ね、右肩である限り大丈夫という説が、ねまあ、やや多いかなという、ね、え印象を持っていますただ、なんか今日ちょっとぎくしゃくした理由になんか若干、ね、あの実質金利が、ね、少しマイナスになったとっいう話をちらっと見たので、まあ、ちょうは深追いしませんが、まあ、実質金利というところも、ね、今後見ていった方がいいのかなとか、ね、思ったりします。うん 決算は、ね、2月上旬ぐらいまで続くので、FMC を挟みつつも、まあ、決算を織り込むような展開になってくるんじゃないかなというふうに、ね、思ってます。まあ、季節的にも債、ね、券株式が動きやすい季節なので、まあ、急の金利に変化に、ね、注意しながら、あのまあ少しずつ少しずつ、ね、入れていくのがいいのかなというふうには、ね、思ってます。うん はい、決算は今のところ94、決算予想21.7%ですけども、少しね、超える感じで動いてるんじゃないかなって、個人的には考えてますけども、明日明後日のねの決算見てね、よりその辺はね、明らかになってくるんじゃないかなと思ってます。え今日はね、私も全部ショートを解除してで、少し買い増ししましたっていう感じなんで、完全にもう、なんちいうのかなあの、今までイーブンだったの完全にもう少しねあの、ポジションを持つって形になってます。だけど、あの結構まだまだあのキャッシュは持ってて、 まあ売,り売り値より、ね、低い限ぎり、まあ、コツコツ買い集めていこうかなと思ってます。うん、でフルポチネしない理由は、まあ、ちょっとね、2月とか3月の,あのクズ相場を崩れるのが警戒しているので、まあ、売り値が低い限りは、少しね、キャッシュを持っていこうかなと思ってます。はい、基本的に999プラス v t i でいいかなと思ってて、むしろね、999がここまで PR が下がってこれば、まああのー、今年1年をかけて、少し上がりやすい状態になっているのかなすらね、今は考えてます。はい EPSH は当然、S、S&PL999 の,の高いですからね、うん、99の残りこの999って50%がガファーメン n t で占めるんで、20%がまあなんていうのかな、そこそでっかい企業を占めて、残り30%がハイグロなんですけども、その残り30%のハイグロが、ねまあ、十分に落ち切ったかなというふうに思うので、まあ、結構そこの影響でね、プラスにいい影響が出てくるのかなとかね、まあ、その辺も含めてね、決算見ていきたいなというふうに、ねえー、思ってます。はい ああさっき言ったイールドカーブですね、このイールドカーブがちょっとフラット化するとね、ちょっとややね、あのーまあ、残念な形になるし、むしろ短期金利から長期金利が下がっていく逆イールドになると本当最悪なんですけども、今のところイールドがね、左下から右肩上がりに非常にいい形になっているので、まあ、これである限りはね、あのー、FRB の金融政策を置いておいて、インフレ自体は問題ないですよという風にね言う方が、あちらほらいるかなという印象を持っています。はい、で、まあ、最後にちょっとお願いなんですけども、ちょっと昨日の動画でね、 あのなんかコメント欄、嫌だなというのを思っていて、まあ、あくまでも、ね、ちょっとマナーを、ねえー、守っていただくように、ね、お願いさせていただければと思います。あの基本的に私が不愉快と感じたメッセージは、ねちょっとね、申し訳ないですけども、ね、今後、ね、あの告知なしで、ね、消させていただこうかなという,ふうに思ってましてあの私もまだまだ勉強中だからこの皆さんからいろんなコメントをいただいて、ねまあ、それを結構動画にも反映させているんですよだから私はどちらかといったらこれ皆さんと結構こうコミュニケーションをちゃんとしていきたいなというにに基本的には思っているんですよね。だから批判 とか反対意見というのは当然いつでもウェルカムだと思うんですけれどもただ批判と礼節って全然別だなとうう思っててあの正直な話、やっぱこう初めてお会いした人に、ね、対して取るべきでないような態度というのはあまあ私、私あの意見としてあんましその聞く意味ないなと考えているんですよ、まあ、そ,ういった人とそういった人が話す意見というのは、まあ、そんな大したことないなと考えちゃうんですよね。あくまでもその 常識の範囲内で初めてお会いした人に当然こう何ていうのかな適切な態度っていうのはあると思うのでましてやねこの,この今私と皆さんの関係って見ずも知らずも関係だと思うのでその私からもねなんかその何ていうのかなその失礼なこと言うのも当然だめだしやっぱその皆さんの方から私の方に何かちょっとねそれ初めての人に言うみたいなコメントっていうのはまあ私は基本的には。 まあお話ししませんよということでね、今後はこういったメッセージはね、ちょっとこっそり、あのこっそりというか、消す対応をさせていただこうかなというふうに思ってるんでね、ぜひね、お守りいただければと思います。はいというわけでね、ちょっとね、今日もね、<laughs> 長くなってしまって申し訳ないんですけども、気づきないのと書いてるんでね、サポートをいただけたら。 嬉しいですというわけでね、今日はね、CPI 高水準も相場を折り込み済み決算へ、ね、というね内容で送っておきました。まあ、明日以降ね、もうちょっと動画短くなると思います。はい。というわけでね、えー、明日以降もね、えー、動画よろしくお願いします。で、ま、はあ、ね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。